今日後半の話はですね、同じ時代に起こった宗教改革についてやります。キリスト教では必ず世界の終わりっていうことを言います。世界には始まりと終わりがある。世界最後の日に最後の審判というのがある。これは欲望にまみれて堕落した人類を神自らが裁く。人類は滅びる。最後の審判。しかし神は同時に人類を愛していらっしゃる。だからなんとかこの堕落した人類を救おうと神が思われて、そして神自らが地上に姿を現してイエス・キリストとなったと。そしてお前たち人類の身代わりとなって十字架にかかって処刑された。だからお前たちがイエス・キリストを信じ、イエス・キリストを神と認め、イエス・キリストの力にすがれば審判の日に救われると。どんな罪人であってもイエス・キリストにすがれば救われると。神を信ずよ。人は皆罪を犯す。罪とは何か。イエス・キリストを疑った者、嘘をついた者、物を盗んだ者、あらゆる罪がある。ほとんどの人間はどれが罪を犯している。そして罪人は最後の審判で地獄に行く。地獄に行く。地獄には真っ赤に燃えながら流れる金属の川があって、そこに身を浸されて全身焼き焦がされて苦しみ続ける。キリストを信ずる者だけは救われる。どんな罪を犯してもキリストを信ずれば救われる。具体的に言う、あなたが犯した罪を償うだけの良い行いをせよ。善行をせよ。良い行いとは何か。まずは聖地巡礼を行え。キリスト教の聖地ってのは三つある。まずは主イエス・キリストのお亡くなりになった町イエルサレム。ここにはイエス様のお墓がある。だが今エルサレムはイスラム教徒の支配下にあって、なかなか巡礼は難しい。第二の聖地がローマ。ローマにはイエス様の一番弟子であるペテロ様の墓がある。あともう一箇所、イエスの弟子が12名いて、12使徒、その中の一人がヤコブ。このヤコブの墓っていうのがスペインの北部に見つかった。これは中世の頃に、聖ヤコブ、スペイン語でサンチアゴという、サンチアゴデコンポステラ、サンチアゴデコンポステラ、これが、第三の聖地。だからいずれかだな、ローマか、サンチアゴかどっちかに巡礼すると。その時に手ぶらで行ってはいけない。必ずお賽銭を投げてこい。金を持ってる者は金を、土地を持ってる者は土地を、寄進せよと。お前が投げたコインの音が天まで響いてイエス様の耳に届き、そしてお前の魂を救われる。司教様、私は日々の仕事に追われてそんな聖地巡礼に行く暇もございません。こうして今日も夜遅くまで夏期講習で、いつ聖地に行く暇がございましょうか。そういう人間は救われませんか。いや、そういう人間のためにこれを発行する。職友情。
職、職は罪をあがなう、言う、許しをもらう、お札、免罪符とも言う。これを買うことによって聖地巡礼と同じ効果がある。ちゃんと教皇様のハンコが押してある。この職友情ってものはやっぱり中世の頃からあったんですけども、これを大々的に販売を始めたローマ教皇がこの人で、レオ10世。彼は職友情を印刷をして、そしてヨーロッパ各国で売りさばいた。ちょうどローマのバチカンのサン・ピエトロ大聖堂が傾いてきちゃって、建て替えなきゃいけないと。その建て替え工事の金がないっていうんで、レオ10世は職友情の販売に乗り出した。彼は本名がジョバンニ・デ・メディチという、イタリアの大富豪フィレンツェのメディチ家の次男坊で、なんで富豪の息子がローマ教皇やってるかというと、これも金の力。ローマ教皇庁はメディチ家から借金していた。それで借金するときの条件として、次男坊のジョバンニを次期ローマ教皇にすると。つまりそこまでローマ教会ってのは金まみれになってる。これが実態。この顔、これ坊主の顔じゃないですよ、これ悪徳商人の顔だよ。各国は、例えばスペイン政府やフランス政府やイギリス政府は、これはインチキだ、どう考えてもって言って、職友情の販売を禁止してます。ところがドイツはこういう状態です。当時ドイツという国はなくて、ドイツイタリアは神聖ローマ帝国という名前ですが、実態は中がバラバラで、地方地方はそれぞれの貴族諸侯や都市が勝手に治めていた。この都市や諸侯、たちのことをまとめて領邦と言って、さっきのヨーロッパ史用語の基礎知識というね、真ん中、神聖ローマ帝国、中世のドイツイタリアを支配していた帝国、皇帝はドイツの諸侯から選挙で選ばれた、そしてローマ教皇から戴冠されるのが慣例。しかし帝国とは名ばかりで、国内には300を超える諸侯が割拠して内紛を繰り返していた。その下、諸侯両方、地方の有力者、名目上は皇帝国王の新家臣だが、城を構え住民への徴税権を持つ、日本の中世の大名と同じ。イギリス、フランスでは国王との抗争に敗れて衰えたが、逆に神聖ローマでは皇帝権が衰え、諸侯が王になっていくと。この中に、ここの拡大図がこれ、今皇帝をやってるのがハプスブルク家で、ハプスブルク家が持っているのが、ここベーメンとオーストリア、そのすぐ北にザクセンという諸侯がいた。そしてこのザクセンに生まれたのがマルティン・ルターという人物で、聖書を学び、大学で聖書を教える先生となったビッテンベルク大学神学教授。このザクセンに職友情売りがやってきた。人々がみんな騙されて金を巻き上げられていく。で、一部の不安になった農民たちが
一体このお札を買えば本当に罪が救えるのかどうか、ルター先生に聞いてみよう。先生先生、これ私たちが買えば本当に魂が天国に行けますか。するとルターは答えた。神は金は受け取らない。お前たちが払った金は誰が受け取るのか。それはカトリック教会の坊主である、教皇である。騙されてはいけない。人は信仰によってのみ救われる、金ではない。貧しき者が巡礼にも行けず、食事を買う金もない。だが毎日毎日本当に心底からイエス・キリストを信じ神に祈りを捧げる、その男は救われないか。救われる。逆にメディチ家やフッガー家のような大金持ちが金を積んでたとえ何十枚食事を買おうが、もしイエス・キリストを疑う心があるわ、そのものは絶対に救われない。人は信仰によってのみ正しい義と認められる。だから信仰を義人説、これがルターの考えの根本ですね。教皇様、最近ザクセンで食友情がパタリと売れなくなりました。なぜだ。マルティン・ルターという男がこんなものに今日効果はないと言っております。営業妨害だ、何とかしろ。ルターは自分が勤めている大学の教会の扉にビラを貼った95箇条の論題、食友情は効果はない、初めて宣言した。これが宗教改革の始まり。1517年、一言以那。ルター先生、食事上は効果ありますか。彼は答えた。効果はない、一言以那とルター言う。ライプチヒ討論、ローマ教皇が送ってきた坊主とルターが論争をやった。教皇側の坊主はルターを尋問した。マルティン・ルターに問う。お前はフスを知っているか。100年前ベーメンに現れた異端者で、教皇様のことを否定し囚われ、コンスタンツ公会議で火炙り家計とされたあのフスをお前は知っているか。ルターは答えた。もちろん知っております。ルターに問う。お前はフスの考えをどう思うか。ルターは答えた。フスの考えは正しいと思います。私もローマ教皇権は否定します。いたんだ。教皇様、間違いありません。マルティン・ルターはいたんです。破門する、破門する。マルティン・ルターはキリスト教徒とは認めない。今後身の安全は保証しない。破門状を送ってきた教皇が、ルターはそれを受け取って自分の教え子の学生たちを集めてこう言った。諸君、ローマ教皇レオ10世が私を破門すると言ってきた。これがその破門状だ。こうしてくれるわ。破った。宣戦布告。
まあ、これがですね、宗教改革の始まりなんです。で、ここからルター派というグループが生まれて、今に至るわけですけれども、では皆さん、同じことを言ったフスが、簡単に捕まっちゃって火あぶりになったのに、なぜルターは捕まらないか、なぜルターは残ったのか。それは、生まれた場所が違う。フスはベーメンに生まれた。ベーメンというのは神聖ローマ皇帝ハプスブルクの領地だ。一方ルターが生まれたのはザクセンだ。ザクセンというのは諸侯の国で、しかもこのザクセン侯というのは有力諸侯で先帝侯である。神聖ローマ皇帝は選挙で選ぶ。誰が選挙をするかっていうと、七大諸侯が選挙を行う。この七大諸侯のことを選帝侯といって、ザクセン侯はその一人である。つまりザクセン侯が反対すると選挙に負けちゃうわけで、つまり神聖ローマ皇帝はザクセン侯に気を使う。神聖ローマ皇帝カール五世、先にこの系図を見てくれ。オランダ独立の下にある系図、コロンブスを送り込んだ新大陸に、スペイン女王がイサベル女王、イサベル女王は男の子に恵まれず、一人娘しかいなくて、フアナ王女。このフアナ王女のお婿さんになったのが、フィリップって人で、この人はハプスブルク家。お父さんが神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世。そして、このフアナとフィリップの間に生まれたのが、この人で、初めはこう言っていた、カルロス一世。まず彼はスペイン王として即位し、その後神聖ローマ皇帝に立候補して見事当選し、そして神聖ローマ皇帝カール五世と名乗った。これは同一人物。カールっていう言葉をスペイン語で読むとカルロス、ちょっと巻き舌になってカルロスと。まず彼の領地はスペインがあり、もともとそれから新大陸、アステカからインカまで、あとフィリピンね、それから、こっち側、神聖ローマ皇帝として、オーストリアとベーメン持っていて、あとこれ全体の皇帝と、こういうことですね。で、カールは思った。今まで神聖ローマ皇帝っていうのはお飾りで何の力もなかったが、私は違う。私はスペインの王でもあって。今アメリカから莫大な銀が入っている。金は腐るほどある。だから私は反抗する諸侯を抑え込んで、ドイツを一個にまとめて、真の意味での神聖ローマ皇帝になりたい。すると、これに対してザクセン侯たちが反発をする。神聖ローマ皇帝が力を持つことには反対する。神聖ローマ帝国は我々諸侯が運営していく。ということで、これが今度ね、政治問題に発展します。ちょっと先にまとめます。帝国を一個にまとめたい。神聖ローマ帝国、神聖というのは聖なるローマ教会という意味だから、
ローマカトリックによって帝国をまとめるから異端は許さない。ルターは異端である。宗教裁判で火炙りにすべし。これが皇帝の考え。一方、ザクセン公の考え、帝国統一は迷惑だ。今までドイツはバラバラにやってきた。これからもバラバラでやっていきたい。諸侯や都市の特権を守れ。そして信仰の自由、マルティン・ルターは正しい。さらにこのカール5世が治めているのが神聖ローマ帝国とスペイン、その間にあるのがフランス。そうするとフランスは立場上、ハプスブルク家が力を持ちすぎちゃうと両側から攻め込まれる恐れがある。だから何とかしてフランスはハプスブルク家の力を抑え込みたい。スペインと神聖ローマを弱体化したい。そこでこの間に楔を打ち込む。それはイタリア。イタリアもバラバラだから、これをフランスに併合しちゃえば神聖ローマのハプスブルクとスペインハプスブルクは連絡が取れなくなる。このフランスがイタリアに攻め込んでくることをイタリア戦争っていうんだ。当時フランスは百年戦争に勝ったばっかりのバロワ家、フランスは一世。そして東ヨーロッパ、ギリシャ、バルカン半島、ハンガリーまでイスラームの巨大国家オスマン帝国が支配し、その今絶頂期スレイマン一世がここオーストリアに向かって攻め込んできた状態。そうするとドイツの中がまとまらないと外から攻め込まれちゃうという弱点があり、これがカール5世を苦しめた。そこで彼はルター派との全面対決は避けて、なんとか話し合いで片付けたいと思ってこう呼びかけた。ドイツ神聖ローマの全諸侯会議を開くと、ボルムスに集まれ。ボルムス帝国議会。ボルムスっていう町が出てくるのはこれ2回目だ。1回目はあの叙任権闘争の時出てきた。ボルムス協約っつって、これ2回目で、これで彼は諸侯たちを説得してなんとかルターを逮捕して、まあ、あわよくば火炙りに持っていこうと思ったんですよ。マルティン・ルター、ボルムスに来い。お前の意見を聞きたい。身の安全を保障すると。100年前フスはこう言われた。コンスタンツに来い。お前の意見を聞きたい。身の安全を保障する。そして焼かれた。だからみんな止めた。ルター先生、これは罠だ。捕まっちゃうって言っちゃいけない。でもルターはこう言った。私は何も恐れない。私はイエス・キリスト以外何も恐れない。そしてボルムスに乗り込んでいった。議場に詰めかけた300諸侯たち、そこにルターが姿を現すと何が起こったか。ほとんどの諸侯が立ち上がってルター先生頑張れ、こうなっちゃった。これでもうルター逮捕なんて無理ですよ、この雰囲気では。で結局神聖ローマ皇帝カール5世はやむなくこう言った。マルティン・ルターを追放にすると。我が帝国を去れ。お前の市民権は剥奪する。身の安全は保障しない。ところが帰り道、ルターはザクセン公に保護された。しばらく俺の城にかくまってやる。ザクセン公フリードリヒ。
でこのあと数年の間マルティン・ルターはザクセン公のお城ヴァルトブルク城にかくまわれて身の安全を図り、この間ラテン語の聖書をドイツ語に訳した。ルターは言う、人々はラテン語を読めない、ラテン語は古文だから、ドイツ語にすれば皆が読める、一家に一冊聖書があればもうカトリックの教会に行かずに済む。このルターの訳したドイツ語聖書、それからルターの書いた、書物キリスト者の自由、これさっきの信仰義人説、これが当時の新発明である印刷にかけられて、もう爆発的にヒットした大ベストセラー。もう本屋さんでもルターの本は売り切れ状態で、だからルターの本を持ってる人が街歩いてるとみんなに囲まれたって言うんですよ、この場でそれ読んでくれって。すんごい人気。フランス軍が攻め込んできます。イタリア戦争の勃発、さらにオスマン軍に不穏な動き、そしてこのオスマンとフランスが実は同盟組んでるんで、そこで皇帝は考えた、今はルター派とは戦えないと、諸君もう一回集まってくれ、我らは考えは違う、同じドイツ人、ここは結束をしてフランス軍やオスマン軍に対抗すべし、そこで私はルター派のことを認めてもよい。初めて皇帝がルターを認めたのがシュパイエル帝国議会、29年第一次ウィーン包囲、以後憎まれるオスマン軍で、この時はルター派も皇帝に協力して一緒になってオスマンに抵抗した。で結局オスマン軍が、諦めて去っていく、そうすると皇帝は手のひらを返してこう言った、やっぱりルターは認めないと、再禁止。ここでルター派は激怒、皇帝どっちなんだ、はっきりしろ。それでザクセンコの呼びかけでルター派の諸侯たちは軍事同盟を結んだ。シュマルカルデンという町で同盟組んだので、シュマルカルデン同盟、ここから皇帝とルター派との内戦が勃発します。これをシュマルカルデン戦争とも言う。でぐち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 戦ってると、またフランスが入ってくる、またオスマンがってなるので、結局皇帝はこの内戦に集中できないんですよ。それで最終的にやっぱり和議を結ぼうと言い出し、皇帝が、あの銀山のあるアウクスブルクにみんな集まれ、私はルター派を認める、もうカトリックの強制はやめる、勝手にしろ、今後は各諸侯都市、つまり両方単位で宗派を自由に選んでよろしい、でこの場合の宗派というのはローマカトリックかルターか、はい、これでドイツのごたごたは一旦終わります。アウクスブルク宗教和議、1555年
皇帝はルター派を認め、両方単位で宗派を選ぶ。両方単位で宗派を選ぶ。つまり個人には選ぶ権利はない。個人は選べない。ということは、例えば、ハプスブルッケはもちろんカトリックですから、ハプスブルッケ領に住んでる人は全員がカトリックになれ。嫌なら出ていけ。ザクセン校はルター派ですから、ザクセンに住む住民は全員ルター派になれ。嫌なら出ていけ。で、各諸侯みんなどっちか選ぶんですよ。ということは結論、ドイツは相変わらずバラバラ。あと、その少数派が数が少なかったら出ていけて済むんですけども、その少数派が固まってたくさん住んでる時はどうなるかと。例えば東京都知事が、うちはカトリックだと、東京都民はみんなカトリックになれと、ね、ところが東京都の中のですね、足立区の人たちが、例えばルター派だったと、まとまって、じゃあ足立区民が全員ルター派だったときに何が起こるかっていうと、足立区は東京都から独立運動を起こしますよ。このね、ハプスブルケル領の中にベーメンがありますね。ベーメン、さっき言ったようにこれもともとフスのいたところですから、もともとここは反カトリックなんで、この後ベーメン人たちが、俺たちはカトリック嫌だっつって、でこのハプスブルケの支配から出ていくって言ったんです、この後、でこれが後で大問題になって、30年戦争というまた凄まじい内乱を後で起こすことになるので、実はこれはですね、一旦休戦に過ぎない。でそこに矢印があって、30年戦争ってのはそういうこと。あと関連情報として、ドイツ農民戦争の話をします。ちょうどマルティン・ルターと同じ時代に、もう一人トーマス・ミュンツァーという宗教改革者が現れて、彼は南ドイツ中心に激しい説教を行った。マルティン・ルターは、ローマ教皇はいらないと言った。私もそう思う。そして私はさらに考える。そもそもなぜ身分制があるのか。なぜ皇帝がいて、諸侯貴族がいて、農民がいるのか。聖書によれば、もともとは皆、アダムとイブの子孫ではないか。なぜ一方が漁師で一方が農民で強制的に税を取るのか。これおかしいじゃないか。農民弟子、武器を取れ、貴族を倒せ、もう諸君は強制労働から解放される、農奴制を全廃する、これは神のご意志だ。これに煽られた農民が武装蜂起し、各地の貴族諸侯を襲った。これをドイツ農民戦争という。農民軍がどんどん北の方に襲ってくる。ザクセンも危ない。ザクセン公がルターを問い詰めた。マルティン・ルター、お前はトーマス・ミュンツァーを知っているか。はい、知っております。お前の仲間か。あいつは農民たちを煽って暴動を起こしているぞ。お前はあれをどう思うのか。ルターは答えた。皇帝がいて、諸侯がいて、農民がいる。この世の中の世俗の秩序は神が定めたもの。これを壊すことは間違っております。諸侯には諸侯の、農民には農民の役割があって、その役割を果たすのが神のご意志にかなうこと。ではルター、農民軍を潰すことに賛成か。賛成です。思う存分やりなさい。よく言った。結局
農民軍は諸侯連合軍によって粉砕され、この反乱は失敗に終わった。だから農民たちは皆こう言った。何が宗教改革だ、何がルターだ、要するに奴は諸侯の手先だ、ルターは嘘つき博士だ。このあとルター派っていうのは諸侯や貴族や金持ちの農民たち、富裕層に広まっていて、貧しい農民には広まらない。で、彼らはカトリックに戻っちゃうか、もしくはこれから出てくるカルバンの方に流れていく。ミュンツァーのグループのことは最洗礼派と言います。で、これはですね、キリスト教徒は必ず教会に行ってキリスト教徒になったという儀式をします。それ洗礼といって、おでこに水を垂らすんですね。で、ところがカトリックは赤ちゃんが生まれるとすぐ連れてって教会に、で、赤ちゃんの時に洗礼やっちゃうんで、つまり赤ちゃんは自分の意思でカトリックになれない、自分親の意思でなっちゃうんです。で、ミュンツァーはそれおかしいとね。だから大人になったら自分の意思でもう一回教会に行って、もう自分の意思で洗礼を受けるべきだって言ったんで、これを再洗礼派と言います。バプティストと言いますね。はい、本日は宗教改革と、それから大航海時代と宗教改革の、前半ですね、ルターの話までやりました。ありがとうございました。ザクセンの南がベーメンで、オーストリアで、その隣がスイス、スイスも神聖ローマの中の両方と考えて構わない。スイスっていう国は今でもあるな。あの国は妙な国で、スイス人ってのはいるんですが、スイス語って言葉はない。で、スイス人は一体何語喋ってるか、はい、言い方が、スイス人は何語喋ってるか、はい、ドイツ語、フランス語、イタリア語、はい、全員正解。三つ喋ってる。スイスは真ん中に山がある、アルプス。アルプスの南斜面はイタリア語、北斜面はドイツ語で、西斜面はフランス語喋ってる。だからスイスの空港に降りると、アナウンスが必ず三国語でやる。今でもこういう国。そうするとね、北の方の連中はドイツ語喋ってますから、ルターが訳したドイツ語聖書とか、ルターの書いたキリスト者の自由が読めるわけだ。それでドイツ宗教改革は、スイスに入っていったんだ。で、その中継地点となったのが北スイスの中立碑という町だ。ここはドイツ語を喋ってるんだ。この町にツビングリという司教様がいた。もちろんカトリックの司教だ。で、彼はルターの書いた書物を禁ずるどころか自分が読んじゃったんだ。それでこう言った。ルターは正しい、私はカトリックをやめると。カトリックの坊さんがこれで大騒ぎになった。で、周りの都市がチューリヒに攻め込んでくる。で、ツビングリは戦死をするのだ。これが始まりだ。スイス宗教改革の火はこれで消えない。次にこっち側、フランス語圏に飛び火をする。フランス語圏の町がジュネーブ。ここはフランス語圏。そうするとあまりルターの影響は受けない、ね。で、このジュネーブに決定的な影響を与えたのがフランス人の改革者のジャン・カルバン。彼はルターとは接触はなかった。同じ頃にカトリックを批判してパリでビラまいて指名手配されてスイスに逃げてきた男だ。もうカリスマ的な人気があったジュネーブで。で、もう彼が
ジュネーブを仕切っちゃって最後には神権政治を敷いた。このカルバンの思想というのは独特のもので、これからそれを説明する。ではカルバン先生、先生はどうすれば救われるとお考えでしょうか。まず善行を積めば救われるというカトリックの教えはバカバカしい話だ。では先生はルターの考えが正しいとおっしゃいますか。いや、ルターも間違っている。ルターは宗教改革者を気取ってはいるが、奴は実はカトリックとほとんど変わらない。そっくりではないか。カトリックはこう言った。神がいて人がいる、人が罪を犯している、でも悔い改めてお金を寄付すれば救いがもたらされる、こういう話だろ。ルターは何と言ったか。罪人が悔い改めてお金ではなくて心で心底を反省し神を信ずれば、つまり信仰によって彼は罪を許されると、こう言ったわけだ。これはいずれも一旦罪を犯しておきながら何かの働きかけをすることによって神が考えを変えて、やっぱりお前は救ってやろうとなるわけだ。神のご意志を人間が変えることができるという点ではカトリックとルターは全く変わらない。私はこういう考えを許さない。旧約聖書にはこう書いてある。神は6日間で全宇宙を作ったお方、この全宇宙よりも大きなお方、神がいて全宇宙がある。全宇宙の中に地球という惑星がある。その中に我々人類が住んでいる。神から見ればバクテリア以下だ。その人間の一人一人の考えていることを神が気にすると思うのか。最後の審判、ここにチョークの粉がついている、これが人間だ、これ程度のものだ、いやこれ以下だ、神からは見えないかもしれない。神がこれをどう処理するか。黒板消しにチョークが乗れば天国だ、下に落ちれば地獄だ、これで終わるんだ、一瞬だ。神は何とも思ってない。人間がどうなろうが、滅びようがどうなろうが、いちいち確認しない。チョークの一個一個に、お前は悔い改めたか、救ってやる、よし、お前はどうだ、ダメか、下に落ちる、やらない、どんぶり勘定だ。神の救済予定、誰を救うか誰を救わないか、黒板のどこを消すかどこを消さないかね、これは神が決めることであって、人間がチョークの粉が決めることはできない。神の予定を人間は変えてはいけないし、変える力はない。これを予定説という。神の救済は一方的である。こういうんだ。とても冷たいんだカルバンの思想ってのは。そうするとみんな不安になるだろう。つまりこういうことだ。一旦罪を犯したらダメなんだ、一旦罪を犯したら金積んでも悔い改めてもダメなんだ、ということは救われる方法は初めから罪を犯さないことだ。初めから罪に近づくな、娯楽を避けよ、酒は飲むな、タバコもやめろ、贅沢はするな、質素に生きろ、怪しげなところに出入りするな、地味な格好をしろ、化粧もするな、アクセサリーもつけるな、赤やピンクの服は着るな、地味な服を着ろ、黒い服を着ろ、日が暮れたら家に帰れ、聖書読め、働け働け、こうすればお前は罪を犯さない。先生、もう夏が終わっちゃいました。あと半年で運命が決まります。半年後に僕は天国に行ってるでしょうか、それともまた寸大の申込書を書いてるでしょうか。
厳しいですね。厳しいですがまだ大丈夫です。今から寸大の冬季講習を受けて、この茂木先生の講座を取ればあなたは天国に導かれます。お金払ってください、うん、これがカトリックの考えです。いや厳しいですが悔い改め心底を受かると信じればあなたは救われますと言ったのはルターです。うん、落ちるやつは落ちるし受かるやつは受かるし、それはもう決まってるんだというのがこれが書かれました。ですんで皆さんはもうカルバン派になるしかないので、受かるためにはね、朝から晩まで狂ったように勉強するということです。脇目も振らずに勉強する。そしてもう疲れ切ってベッドでに倒れ込むとき、あなたは確信するだろう、これだけやった人間は必ず受かると。そうするとね、そんだけやるとね、成績上がっちゃうんですよ実際に。で本当受かっちゃうんですよね。で働いちゃうとね、お金が貯まっちゃうんですよ。これがまた問題になった。あのね、カトリックっていうのはお金を貯めることも罪なんです。金儲けは罪だ。金が儲かったら教会に寄付しろって言うんだから、カトリックは。カルバン先生、私は先生のおっしゃる通り、朝から晩まで狂ったように何十年も働いてこんなにお金が貯まっちゃいました、これは罪でしょうか。バカ者、まだ分かってないな。神は金に興味はないんだ。儲かったならいいじゃないか、持ってれば。え、いいんですか。いいと思う。その金を元手にまた新しい事業を起こして新しい工場を作ればいいじゃないか。結果としての金儲け蓄財はこれを認める。これがカルバンの立場で、カルバン派の特徴です。これは重大なことで、ヨーロッパ人は初めて金儲けの後ろめたさから解放された。金儲けするのは悪いことではない、これは神のご意志に沿うことなんだ。どんどんカルバンの教えの広まった地域では産業が発達した。そしてやがて機械が発明されて産業革命が起こって、そして資本主義が生まれたんだ。奇妙な一致がある。カルバン派の広まった地域と産業革命に成功した地域は全く重なってる。それはこの地域、スイスからドイツ、オランダ、イギリス、北フランス、この辺だ。ライン川の流域だ。ここでカルバンの教えが広まって産業革命が起こった。一方、カトリックの地域、ポルトガル、スペイン、イタリアはどうなったか。全然ダメだ。パッとしない。今でも。今じゃもうこの南ヨーロッパっていうのはヨーロッパの一番貧乏になっちゃった。なぜかわかるか。働くことが罪だからだ。スペインとか南イタリアに行ったらもうびっくりするぞ。なんでこいつらこんな働かないんだと思う。僕らは大の大人が昼間からプラ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 してる街中を、昼休みが3時間あるぞ。お昼から午後3時まで南イタリア店は全部閉まってる。銀行も閉まってる。どうにもなんない。人通りも絶えちゃう。何やってるか、お家でお昼寝タイムだ。で夕方になるとごそごそ起きてきて、でまた店開いて、で大体8時9時まで営業して、それからゆっくりディナーをとる。で大体寝るのが12時過ぎ。こういう生活。ドイツは違う。ドイツやオランダは違う。もうドイツ人オランダ人はもうカリ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 働く。昼休み1時間30分40度変わらない。まあ人間としてどっちがハッピーかちょっとまた別問題だけどさ、とにかくそのことによって北ヨーロッパは成功したんだよ。プリントの真ん中、カルバンね。カルバンの教えを書いた書物がキリスト教紅葉。これ紅葉って読むんだよ。紅葉だからな。で
ジュネーブね、予定説。このカルヴァンイコール資本主義ということに気づいたのは19世紀ドイツの学者でマックス・ウェーバーという人です。プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神。諸君に宿題を与える。あ、この宿題は大学入ってからでいい。大学入ってから調べてほしいことがある。日本人だ。日本人だけがなぜ働くのか、アジアの中で。同じアジア人でもフィリピン人は働かないぞ。で、このことはなんで日本だけがアジアの中で唯一先進国になったのかということにつながってくる。で、日本人はカルヴァン派ではない。何がまるでカルヴァン派のように働く。これ一体何なのかということです。で、これをちゃんとね、説明できた学者は今のところいません。うん、ぜひこれ大学に入ってから考えてほしい。分かったらメールして。さっきの組織の問題に戻ります。誰が坊さんを任命するかという話ですね。カルヴァン先生、先生は誰が教会を支配すればいいとお考えでしょうか。教皇ですか、諸侯ですか、国王ですか。カルヴァンは答える。教会を支配するのは神だけである。人間は教会を支配してはいけない。私は教皇を認めない、私は国王を認めない、私は諸侯を認めない。神だけである。いや先生、それは分かるんですけども、実際にその教会の儀式やったりするときに誰か代表がいないと困りますよね。それを誰が決めるんですか。ああ、そういうことか。それは諸君から選べ、選挙で。信者代表のことを長老という。だからカルヴァン派のことを長老派とも言う。教皇を認めない、皇帝を認めない、国王を認めない、諸侯を認めない。政治は人民代表がやるという考え、これはデモクラシーだ、民主主義だ、市民革命の思想だ、フランス革命の思想だ。それでまたまた奇妙な一致がある。市民革命はヨーロッパの全ての国で起こったわけではない。市民革命の起こる国と起こらない国がある。起こった国はどこか。まずオランダ、イギリス、イギリス人が作ったアメリカ、そしてフランス。これはさっきのカルヴァン派の分布とぴったり合ってる。スペインやイタリアでは市民革命は起きない。なぜか。それはカトリックってのは教皇には逆らえないからだ、国王に逆らえないからだ。カルヴァンは逆られるんだ。つまり市民革命の種まいたのもカルヴァンなんだ。だからカルヴァンという人がどれだけの影響力を持ったか、世界史の中で。これに比べればルターはどうってことはない。やっぱカルヴァンだ、すごいの。よしにつけは悪しきにつけ。イギリスでピューリタン革命っていうのがある。ピューリタンっていうのはカルヴァン派って意味だ。さあ、あ、丸三番のイギリスについては後で改めてやります。一番下に行きましょう。4番目、反宗教改革、カトリック側の体制立て直し、教皇庁とスペインが中心であった。3つのことをやります。まずイエズス会の結成。バリバリカトリックのスペイン、スペインの貴族ロヨラ、イグナティウス・ロヨラ、若い時に戦で怪我をしまして、かなり重傷だったんですね。それでその病院のベッドで何かがあったんです。この人ははっきり言わないけども、なんかその神の姿を見たとか神の声を聞いたとか、そういうことです。それで、彼はこう思ったの。私が大怪我をしたのは神のご意志である。神はこうおっしゃったのだと。つまりお前は貴族はやめて坊主になれと。坊主となってルターやカルヴァンと戦えと、こういう意味だと。で、彼は仲間を誘って新しいグループを作った。これが
イエス・キリストの修道会、イエズス会。もう一から聖書の勉強をするためにパリに行って、パリ大学で学問も修めた。で、仲間を集めてパリで結成した。この結成メンバーの中にフランシスコ・ザビエルもいた。ロイラは言う。諸君、もはやヨーロッパの北側は異端者どもによって奪われてしまった。だが我々はまだ勝ち目がある。現在スペインは世界に植民地を作ってる。アメリカに、アフリカに、アジアに。だから我々は出かけていって、アメリカ、アフリカ、アジアを全てカトリックにすれば地球全体では勝てる。ザビエル君、日本に行ってくれ。マテオ・リッチ君、ミンに行ってくれ。カトリックを広めてくれ。日本に来たザビエル以下、ほとんどがこのイエズス会の宣教師。このイエズス会を認めたローマ教皇は誰か。パウルス3世。これはね、結構マイナーなんですけども、特にキリスト教系の学校を受ける方、上智、青学、立教を受ける方は必ず覚えてください。パウルス3世。2番目、トリエント公会議。このパウルス3世が呼びかけ、話し合いでルターを説得しようとしたのがトリエント公会議、北イタリア。しかしルター派は出席を拒否した。で、決裂した。世界史に出てくるホニャララ公会議、これが最後です。トリエント公会議。3つ目、宗教裁判異端審問の強化。宗教裁判というのはそれまでは何か事件があったときに開いたものでした。でも、もうこの時代は常設する。2カ所、スペインのマドリード、ローマ。それでルター派、カルバン派捕まえて尋問し、自白をさせる。私たちはルター派です、私たちはカルバン派です。自白をすれば即火炙りにする。フル稼働した火炙りがマドリードでは一月に1万人を焼いたという。禁書目録はできる。持ってはいけない本、これ持ってるだけで火炙りになる。ルターの書いた本、カルバンの書いた本、それから当時のルネッサンスの最新の天文学書、そして汎神論。汎神論について簡単に、キリスト教はこういう、神が宇宙を作った。つまり神と宇宙は別物で、宇宙の外側に神がいると。いや、聖書にそう書いてある。汎神論は違う。宇宙の外に神はいない。では神は一体どこにいるのか。宇宙そのものが神である。古代人が星の動き、太陽の動き、雲の流れ、植物の成長、こういったものを見てびっくりして、これは一体何の力だろう、これが神だと言ったんだ。つまり神というのは、神という実体があるんじゃなくて、自然界の法則のことを神というのだ。自然の万物全てに神の力が宿っているから、これを汎神論という。汎は全てのって意味だ。全てに神が宿る。全てに神が宿るという点から、これは多神教に近い、あるいは自然法則が神だと言っちゃえば、それは無神論に近い。神はいないんだということになる。いずれも聖書に反する。よって徹底的に出された。地動説も禁止される。聖書に曰く、民は
まず天と地を分かち、そして天に星や太陽や月を置いた。つまり地が先であって後から天体ができた。ということは宇宙の中心が大地、地球であって、その周りを後で天体がぐるぐる回り始めたんだと。これが天動説。これを唱えたのは古代ローマの学者プトレマイオスだが、古代ギリシャローマ時代にはもう一個の考えがあった。地動説。宇宙の中心は太陽である。地球はその周囲を回転していると考える。古代ギリシャの学者アリスタルコスが唱えて、その後起因されていた。このアリスタルコスの地動説を復活したのがコペルニクス、ポーランドの学者。彼はこう言う。皆さん、天動説も地動説も両方とも理論的には可能です。計算もできます。しかし天動説は計算式がとても複雑、地動説はとてもシンプルな式で天体の運動が説明できます。宇宙はシンプルであるはずです。だがこんなことを発表したら私は火あぶりですから、発表するのはやめましょうつって、で彼は発表しなかった。で彼が自分の考えをついに本にしたのは、もう自分が病気で死ぬという、もう臨終間近になって発表した。だから彼は捕まらなかった。すぐ死んだからね。で捕まったのはこの弟子たちで、ブルーノやガリレイ。私はブルーノ、イタリア人。子供の頃から修道院で暮らしてました。カトリックの。二十歳の頃に密かに読んじゃったんです、コペルニクス、そして半神論。目から鱗、自分が今までいかにデタラメを教わってきたかよく分かった。修道院を脱走しました。指名手配されました。ルターにも会いました。カルバンにも会いました。世界にはいろんな考えがあるんだ、聖書だけではないのだ。ですが追手が迫ってきて、10年後、30歳の時に逮捕されました、ベネツィアで。そしてローマに連行されて宗教裁判です。拷問にかけられました。説を撤回しろ、聖書が正しいと言え、私は拒否しました。何度も拷問かけられても体がボロボロになりましたが、私は頑張りました。そしてついに裁判官を諦めて、私の自白がないまま一方的に火あぶりと宣告。逮捕されてから10年目でした。30歳でした。死刑宣告をした裁判官に向かって彼の目を見てこう言いました。真実を前にして怯えているのはあなたの方だ。このすぐ後で捕まったのがガリレオ・ガリレイ。地動説を撤回しろ、さもなくばブルーノと同じ目に遭うぞ。ガリレイは答えた。よくわかりました。私が間違っておりました。地球は動いておりませぬ。こんなバカな裁判で死んでたまるか。裁判官はこう言った。ではお前を釈放するが、しかしお前は危険人物だ、生涯監禁する。でガリレーは自分の自宅で生涯自宅軟禁された。でその家にこもって彼はガラスを磨いて、レンズを作って、望遠鏡を随分作って、天体観測を始めた。土星の輪、木星の衛星、月のクレーター、彼が描いたスケッチが残ってる。こういう
命がけの人たち、彼らが近代科学を作ったんだ。